一木駅は、鹿児島県一木区式の主大里にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である、旧一木町の中心部に位置する、開業当時の地名が由来。その後、1930年に西一来村が、調整施行して一木町になったため、駅名も一木駅に改称された。一木は古くは、市村や、白井院と言われていた。市は、市場、木は村を意味し、 文字通り、市場の栄えた村であった。その後、放棄中に、大倉市の大倉正房が、白井院の軍事となり、その子孫が、市木市を名乗り、この土地も、市木と呼ばれるようになった。駅舎内。早朝と夕方以降は、窓口は、営業時間外となる。ホーム端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。 互いのホームは校内踏切で連絡している。市菊式野市の住宅による簡易委託駅である。マルス及びポスタンマ付きの設備はなく順常備難券が販売されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で簡易守護課改札機が設置されている。守護課の販売及びチャージの取り扱いは行っていない。簡易自動券売機が設置されているが、 窓口営業時間中は窓口での購入が呼びかけられている。当駅の簡易自動券売機で購入した乗車券のご購入対応、払い戻しは当駅ではできない。一部の列車を除き、校内踏切を渡らずに済む、よう、両方向とも一番乗り場を優先して使用する。ありがとうございます。